米国旅券は渡航文書の一例である。渡航文書とは政府または国際機関によって発給される個人または少人数の団体が国境を越えることを円滑にするための身分証明書である。渡航文書は通常外国政府に対し所持人が発給国に帰国することができることを保証し、また外国政府が詐称や 出入国証印を応印、重複することができる、よう察し体で発行されることが多い。最も一般的な渡航文書はパスポートであり、パスポートの所持人は一定の国への入国の際、査証が不要となるなどの便宜を享受できることが多い。しかし、渡航文書という場合には、難民旅行証明書など、国籍の証明のない文書に限って指すこともある。一般的に、 パスポートは発給国の国籍の証明の役割をも果たす渡航文書である。大多数の国は受け付けるものの、いくつかの国は政府承認していない国の発給するパスポートを明示的に無効としている。レセパッセは政府や国際連合、欧州連合、国際赤十字委員会など一部の国際機関が発給する渡航文書。レセパッセは しばしば人道的理由の存在する場合に限り、発給国からの片道渡航のため発給される。一部の国家は、自国民に対し、緊急パスポートとして、レセパセを発給する。また一部の国家は、無国籍者、自国政府から、パスポートの発給を受けることができない者、自国政府が、発給国から承認されていないものに対し、レセパセを発給する。 歴史的には、レセパセは、戦時と平時を通じて発給されており、多様な公務員、外交官、その他の国家を代表する者や、第三国の国民に対し、文字通り、特定の地域への渡航の許可状や、公選地域、公選国から外に出ることの許可状として機能していた。この文脈では、レセパセは渡航の自由に関して、 相当特定的かつ限定的なものであった。状況に応じて、様式や、発給干所は、基準通りであることもあれば、そうでないこともあった。その一例として、1950年代初頭に、イラク政府が、同国居住のユダヤ人、住民12万人に対し、国籍及びすべての資産の放棄を条件として、イラクから出国の許可を与えた例がある。この際、 国籍を放棄しているため、イラクのパスポートを発給することができないので、レセパセが発給された。国連のレセパセ国際連合は、国連及びその専門機関などいくつかの国際機関の職員に対し、レセパセを発給している。職員の家族が公用のため渡航する場合も同様である。国連レセパセは、パスポートと類似しており、 世界のほとんどの国が効力を認めているが、いくつかの国家は入国のため十分な文書として受け付けていない。一般にレセパセを所持しているからといって、外交特権が認められるわけではないが、一部の特権は認められることがある。2000年から2010年にかけて、国際連合コソボ暫定行政ミッションは、コソボ住民に対してアンミック渡航文書を発給した。 これは他の方法ではコソボ住民がパスポートを入手することができない場合が多かったからである。難民旅行証明書は難民に交付するパスポートの代わりの渡航文書他の目的で発給された文書が通常一部の国家においてのみ渡航文書として機能することがある。欧州連合における国家の発行する 身分証明書、アメリカ合衆国のパスポートカード、アメリカ合衆国、カナダの一部の州における強化版運転免許証などである。日本国政府は、世界で日本国旅券を紛失したが、急いで日本に帰国する必要があるといった日本国民に、在外交換が帰国のための渡航書を発給する。これは日本への帰国一回限り、 片道限り有効の渡航文書である。香港政府は、香港人に、草旅券を発給し、また、イギリス政府は、香港人の内部リティッシュナショナルであるものに、b n 旅券を発給するが、これらは、中国本土への渡航には使用できない。代わりに、中華人民共和国公安部から、港沖虚民来用な一通行省という、 クレジットカード代の渡航文書の発給を受けて使用する。ありがとうございます。